角度は30度。どうも、ゆきりぬです。髪が伸びてきたのでアレンジしてみました。今日はですね、ちょっと早めの誕生日プレゼントということで、じゃん、こちらをもらいました。わあ、私の動画をね、見ればもう知ってる方も多いと思うんですけれども、おなじみのジェニーさんからジルスチュアートのコスメをいただきました。この間ですね、ご飯を一緒に食べに行ったんですよ、チューニーさんと。で、その時にいただいたんですけど、最低なことにタクシーの中にですね、プレゼントを置き忘れて、結構すぐあって気づいたんですけど、もうその頃に私ヒューって行っちゃったんで間に合わず、なんで本当にその説は誠に申し訳ございませんでした。で、中身はですね、新作コスメを買っていただいたみたいなので、すごい楽しみです。じゃあ早速開けていきますね。てってりー、こっちがリップで、こっちがアイシャドウになってるっぽいです。フォーエバージューシーオイルルージュシア、なんだそりゃ。なにこれ、めっちゃ可愛い。おお、なんかキラキラついてる。じゃーん、こんな感じです。めっちゃキラキラしてて可愛い。窓マギのアイテムにすごい似てる。名前忘れちゃったけど、色が可愛いですね。ちょっと出してみますね。色味はですね、こんな感じですね。ちょっと濃いめのピンクで、キラキラのラメが入っててすごい可愛いです。ツヤツヤです。塗ってみます。半分だけ塗った方がいいかな。あ、めっちゃいい匂いする。鼻につきそう。フローラルっぽい匂いな気がするけど、こっちがね、オペラのリップティントを塗っちゃったので少し色が残ってはいるんですけど、左右見比べるとこんな感じです。オイルルージュなんで、多分これ1本で使えるんじゃないかな。あんまり詳しくないから、ちょっとそこら辺もオフレコにしとこ。そしてもう一つがこちらですね。じゃあ開けまーす。ひゅっ、おー、めっちゃ女子、すごい女子だよこれは。おー、これはすごい秋色ですね。ザ秋色って感じ。ちょっとそれぞれまた手に塗ってみますかね。一番下の色は見えづらいかもしれないですけど、色はですね、こちらが真ん中、右下、左下、右上、左上っていう感じになってます。やっぱ高いアイシャドウはすっごい発色いいですね。ちょっとピッて手に取って塗っただけでこんなに綺麗に色があるんで、めちゃめちゃいいですね。じゃ大切に使わせていただきます。で、そう、あと今日ね、足湯マッサージに行ってきたんですよ。それで予約の時間までちょっと待ち時間があったので、買い物してきたので、そっちも合わせて紹介していこうかなと思います。我らが味方、スリーコインズ靴下を買ってきました。これめっちゃ可愛くない？ポンポンがついてるんですよ。で、しかも心配になるじゃないですか、洗濯物どうすんだよみたいな。したらなんと外せるんですよ、このポンポンたちは。毛がねだいぶ残ってるんですけど、こんな感じで外れるんで、これでね、洗うことができるっぽいんですよ。全然ゴムが見当たらない。あー、意外と不便なのこれ。それからもう開けちゃってるんですけど、こちらのピン止めです。今ですね、ここに絶賛くっついてるこのピン止めを買ってきました。なんか最近このゴールドのピンが流行ってるなと思って、欲しかったんで買いました。あとはじゃーん、あれ、チョーカーをね買ってきました。ちょっとね、さっきの服だと首元が分かんないかなと思ったんで、この服でつけてみます。じゃじゃーん、首元がすごい寂しかったんで買ってみました。あー、でもなんか違和感。あとはですね、じゃん、こちらイヤリング買ってきました。このイヤリングもちょっとさっきの服には合わないかなと思ったんで、この服で合わせてみたいと思います。こんな感じ？なんか綺麗めな感じでいいかなと思います。外行きの服の時につけてみようかなと思って買いました。それからもう一つね、買ったのはじゃーん、こちら打って変わって可愛い系なんですけど、こういうね、大ぶりなやつとかもあまりつけたことなかったんで買ってみました。おー、可愛い。これはですね、この帽子と相性がいいんじゃないかなと思って買ってみました。
よいしょ、違うかな、なんか違う気がする。あれなんかいいと思って買ったんだけどな。なんかアーティスティックな雰囲気になった。絵描きそう。あれに似てるな、カービィに出てくるキャラクター。